私の名前はなるみ、戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私は今お腹の中に赤ちゃんがいるの。だから体調管理には前以上に気をつけているんだけど、変なママさんに絡まれて今日はひどい目にあったんだよね。ちょっとどういうつもり？階段から突き飛ばすなんて頭おかしいんじゃないの？あらあら、よかったね、怪我一つなくて。やっぱり図太い神経している人ってなかなか怪我もしないのね。一歩間違えれば大怪我だったんだよ。それどころかお腹の赤ちゃんに何かあったかもしれないのに。それは予想でしょ？今元気だからいいじゃない。もし本当に体に何か異変が起こってから初めて文句を言ってくれる？そういう問題じゃないでしょ。どうしてあんなことをしたのかって聞いてるの。そうやって理由を求められても困るわ。だって別に突き飛ばしたわけじゃないんだもん。はあ？どう考えても突き飛ばしたでしょ。その後ニヤニヤ笑ってたし。違うのよ、私今日貧血だったの。それで体調悪くてフラフラってぶつかっちゃっただけ。そんなはずないでしょ。食事会をあんなに楽しんでたのに。みんなの前では無理してたのよ。体調悪いって言ってみんなに気を使わせても悪いでしょ。でも解散した後気が抜けてフラフラってね。だからありがとね、なるみさん。はい。なるみさんがあの場所にいなかったら私が倒れているところだった。だから助かったわ。あくまでもあれは事故だって言いたいんだね。だってそうだもん。なんで私があなたを突き飛ばす必要があるの？私が妊娠したことをずるいとか周りのママさんに言ってたんでしょう。はあ、そんなこと言うわけないじゃない。あんたが妊娠してもしなくても興味ないし。私が離婚した時散々バカにしてたみたいだね。バツイチのシングルマザーになったって。それが再婚してその人の子供を身ごもった。それがそんなに楽しくなかったの？はあ、被害妄想がひどいっていうか、ちょっとなるみさんおかしいんじゃない？誰もあんたみたいな人間気にしてないわよ。みんながみんなあんたに興味あると思わないで。そう、あなたが参加する食事会や旅行には行かないから。それはとても残念ね。だけど別にいいんじゃない？お互い顔を見なくてせいせいすると思う。そうね、今日のことは特別に許してあげる。だけど次はないから。まるで私が犯人みたいな言い方、嫌な人。仲のいいママさんたちが支えてくれたからよかったものの、一歩間違えば私は今頃。だからタラレバの話をしてもしょうがないでしょ。5体満足で子供にも何もなかった、それでいいじゃない。それじゃあ私暇じゃないから、バイバイ。1週間後。ちょっと、なんであなたが食事会に参加してるの？今日は不参加のはずだったんじゃなかった？予定が入ってたんだけど、その予定がなくなったから来たの。別にいいでしょ、私が参加しても。じゃあ私は帰る。そんな釣れないこと言わないでよ。あからさまに避けられて私寂しい。前回のことがあるから私はあなたと一緒にいたくないの。もうひどいな。しょうがないからお水プレゼントしてあげる。キャ、何するのよ。最近外も暑くなってきたでしょ。だから体を冷やしてあげようと思ったの。だからってコップの水をかけることないでしょ。違う違う、なるみさんのためを思ったのよ。何が違う違うよ、何も違わないでしょ。しかもわざわざ人目のつかないところで。悪趣味すぎるんだけど。帰りたければ帰れば。私の目標は達成できたし。やっぱり嫌がらせをしたかっただけなのね。前回私を突き飛ばしたことを警察に報告してもいいんだよ。警察にそんな愚痴を言って相手してくれると思う？警察もそんなに暇じゃないのよ。ママ友に突き飛ばされました。それだけで動いてくれる警察がどれだけいるのかしら。証拠映像がある。え？ママさんが撮ってくれていた映像があるの。あなたが悪意を持って突き飛ばした、それがわかる映像がね。なんでそんな映像が。この映像をみんなに送ってもいいんだよ。注意喚起としてね。あなたとは仲良くしない方がいいって。そんなことしてどうなると思う？そもそも警察に行ったところで痛くも痒くもないし。だって私のパパがもみ消してくれるもん。あなたのお父さん？私のお父さんは警察のお偉いさんなの。お願いすれば簡単にもみ消してくれるよ。逆になるみさんがその動画をグループラインとかにアップしたら、どんな手を使ってでも訴えたり逮捕できるように動いてもらうもん。あなたそれ本気で言ってんの？自分のお父さんが罪を犯しているってことを暴露してることになるんだけど。
大丈夫よ、バレないくらいのトップだから。それにうちのパパ私に甘々なんだよね。今までもいろんなこともみ消してくれたし、だからみんな私には手を出してこないの。なるみさんも黙って私の言うこと聞いてた方がいいよ。黙って言うことを聞いていたらいつか私が大怪我するでしょ。私はそれでもいいと思うけど。あなたの言うことは聞かないし、あなたのパパとやらも怖くないから、私は自分がやりたいようにやる。ご自由にどうぞ。その結果怪我をしたりしても私のせいにしないでね。2週間後。やりやがったわねあんた。騒がしい人だな。今度は何？あんたが私を突き飛ばしたんでしょ。はい。分かってんのよ。あんたが仕返しのために階段から私を突き飛ばしたってこと。こんなことしてただで済むと思ってんの？ちょっと待って、あなた誰かに突き飛ばされたの？誰かってあんたよ。そうやってしらばっくれても無駄だから。どうしてくれんのよ。私骨折してしばらく入院になったのよ。結構大きな怪我になっちゃったんだね。大丈夫だった？他人事で心配するふりなんかいらないから正直に言いなさいよ。あんたが犯人なんでしょ？私じゃないって。あなた以外にこんなことできる人いないじゃない。私が前回突き飛ばしたからその仕返しでこんなことをしたんでしょ。白状しなさい。突き飛ばされたっていつの話？昨日の夜よ。暗闇の中で突き飛ばされて、でも確かに見た、あんたの顔だった。私じゃないよ、本当だって。信じられるわけない。あなたは証拠を残してないつもりかもしれないけど無駄だから、パパに言ってあんたが犯罪を犯したことにしてやる。私に喧嘩売るからよ。あんたは独房の中に入ってなさい。地獄に落ちるのはあんたね。え？突き飛ばされたのはそもそも昨日なんでしょ？私昨日から家族で旅行に行ってるんだ。は？マジで？本当だよ。なんなら写真でも送ってあげようか。本当に旅行してる。だから私があなたのことを突き飛ばすのは無理なの。そもそもそんな危険なこと絶対にしないしね。じゃあ犯人は誰なの？絶対なるみさんだと思ってたのに。そんなの知らないよ。どこかで恨みを買ったんじゃないの？それかもしかしたら通り魔的な感じでただむしゃくしゃしてた人がやったのかもしれないけど、とにかく私じゃない。まあいいわ、真実はこっちで作る。は？なるみさんが突き飛ばしたことにすればいいのよ。びっくりするでしょうね。あんな仕事ができて真面目ななるみさんが警察のお世話になるなんて。周りから人がいなくなって子供もかわいそうね。何を言い出すかと思ったらくだらない。もうあなたは私に関わることはできないよ。なんで？あの二人が大変お怒りだから。私はまだ旅行を楽しんでる途中だし、もう LINE しないね。これが最後になると思うから、さようなら。ちょ、どういうことなの？誰が怒ってるの？言っとくけど、うちのパパも怒ってるからね。うちのパパの方がすごいんだから。聞いてるの？ゆりとひまわりとあけみの LINE。 なるみさんにそれ以上 LINE をしても無駄ですよ。返事は返ってこないので代わりに私たちが聞きます。なるみさんと仲がいいと思ってたけど、わざわざこんな時まで LINE してくるなんて、金魚の糞って言葉がぴったりの二人ね。あなたに怪我をさせたのはなるみさんではありません。だってなるみさんは今旅行に行っているんですから。どう頑張ってもなるみさんが犯人だということにはなりませんね。分かってないわね。別の罪を着せればいいのよ。私のパパはすごいんだから。あんたたちもなるみさんの味方するなら容赦しないわよ。警察のお世話になりたくないならおとなしくしときなさい。警察じゃ怖くないんですよね、ユリがいれば。は？そもそもあなたのパパは捕まっているみたいですね。え？パパが捕まった？そんなはずないでしょう。適当なこと言わないで。ニュースを見てみればいいんじゃないですか。今までの悪事が公になって警察に捕まったみたいですよ。嘘、テレビ見たいけど。何これ、もしかして有料？使えないわねこの病院。そうだわ、ネットニュースを見れば。え？本当に捕まってるじゃん。私のパパがどうして？まあいろんなことをして隠蔽したり濡れ衣を着せたりしたら当然ですよ。でもパパは今まで一度もバレたことない。それどころかパパに意見する人なんていなかった。こんなタイミングでパパが逮捕？グッドタイミングですよね。そもそもなるみさんに危害を加えることは絶対に許しません。この逮捕もゆりが関わってるんだもんね。ゆりさんがどうして？私はなるみさんのことが大好きなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。
つまりあなたのことも何でも知っていますし、あなたのパパのことも知っているんです。ユリからは逃げられないと思ってください。今のだけではなくて過去の悪事も全部バレてますから。何の冗談よ、そんなことできる人間がいるわけ？ここにいるんですよ。ユリの執着心ストーカー力を侮るなかれ。恐ろしいほどの執着心で、どこまでもやり返すための情報収集力、絶対に気づかれず、それでいてめちゃくちゃ張り付くストーカー力、こんな力があるのはユリだけです。それは褒めているんですか？もちろんだよ。褒めているというより悪口のように聞こえるんですけど。そんなひどいよ。私はただユリのことを褒めただけなのに。パパが捕まったのはあんたたちのせいだっていうの？勘違いしないでください。あなたのパパが捕まったのは自業自得ですよ。私たちはただ告発しただけ。罪を犯していたのはあなたのパパとあなたです。ちょっと待って、なんで私まで？今までいろんなことをしてもみ消してもらってたんですよね。それはあなたも悪いことをしていたということです。違うわよ、私はちょっとお願いしただけで。盗みとか交通事故とか、あとは殴って怪我させたとか、そういうの全部なかったことにしてもらっただけで。十分やばいじゃないですか。っていうか、そんなに血の気の多い人だったんですね。お酒を飲むと手がつけられないみたいですよ。こういうタイプは本当に嫌ですね。どうしよう、パパが捕まっちゃった。私もバレたらやばいのかな、捕まるのかな。心配しなくても二人は捕まりません。本当に？もっと怖い人に捕まるからね。え？あなたたちを警察に引き渡すつもりはありません。あんな痛くもかゆくもないところにあなたたちを入れるなんてダメです。裏の施設に連れて行って徹底的にやってあげますからね。裏の施設？ユリが経営している裏の施設です。それこそ警察も立ち入ることができないような施設なんですよ。そんなのがあるわけ？まあとにかく詳しいことは説明しても無駄ですから、自分の目で見てみてください。いやだ、私警察に捕まりたくない。だから捕まらないって言ってるのに人の話を聞かない人ですね。それよりももっとヤバいところに連れて行かれるというのに。ちょうど今空きが出たので、その人のところに行ってもらいますね。空きが出た？裏の施設をご贔屓にしてくれているVIPな会員様です。その人は何かと自分のペットを欲しがるのですが、すぐに壊してしまうんですよ。ペットは最低でも10人はいるんですけど、ちょうど今ペットがいなくなって8人になったそうです。ペットなのに人？もしかして人をペットにしてるとでも言うの？違法よ、そんなの日本で許されるわけないでしょ。私の施設では許されています。そもそもあなたたちのような人に迷惑をかけたゴミくずしか裏の施設には入れません。もともとはすぐにあの世に行く予定だった命を少しでも長生きさせているんです。感謝してください。そんなコロコロ入れ替わるってことはだいぶやばい人だね。パパよりも権力者なんじゃないですか？パパはすごいんだから。パパは今はもはやただの犯罪者ですけどね。その人のところで9人目、10人目のペットになってください。あなたの飼い主になる人はとても飽きっぽくて、壊してしまうか飽きて捨てるか、捨てられればまだ助かる道はあります。ご体満足ではないでしょうけど。怖い怖い、裏の施設のVIP様ってだけで怖い。ぜひ遊ばれてきてください。気に入られればいい待遇をしてもらえるかもしれませんよ。やだやだ、パパパパ助けて。心配しなくても、あなたの旦那様やお子さんは私たちが守ります。そしてあなたたちがペットになっている時給をこちらでもらって、お子さんや旦那様には苦労させないようにしますので。やだ、助けてパパ、あなた誰か助けて。階段から突き飛ばそうとした時点でもう終わりですよ。骨を折るなんて可愛らしい痛み、そう思えるくらいの怖いお仕置きが待っていると思います。頑張ってきてくださいね。いや、誰か助けてパパ。その後、明美さんは旦那さんと離婚して、いつの間にか姿を消した。明美さんのお父さんも取り調べが終わった後急に姿を消したんだって。警察の目を盗んで連れていくってユリも本当にすごいよね。二人は今裏の施設に入れられて、恐ろしい飼い主の元でペットとして暮らしてる。聞いた話によると、もうすでに片足がなかったり、体に火傷の跡があったり、
悪さをして食事をもらえず10キロ近く痩せたり、二人はとても恐ろしい目に遭っているみたい。もうこれ以上は深く聞かなかったけど、二人とも毎日涙を流しながら、ごめんなさい、ごめんなさいって泣いて謝っているみたい。もう少し早く自分たちのやっていることに気づけていたら、逮捕されるっていうマシな結末になったかもしれないのに。でも全部自業自得だし、私は止めるつもりはない。今まで二人が傷つけてきた人たちの分、自分たちも傷つけばいいよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。